神襲来、新たなる戦いの幕開け。ドキドキが消えた。ええ、そうなの。何か良くないことが起きているのかもしれないわ。わかりました。直ちに捜索を開始します。パンちゃん、タイムパトロール出動だ。うん、行ってきます。頼んだわよ、トランクス。パンちゃん、まさか災いの鳥が解き放たれたのでは。うわー、にしても間抜けな顔した鳥だな。お、ドギおめ、どっから来たんだ。急に現れたよな。17号さんも初めて見る種類なんですね。ほっとけ。それより組手の続きはどうした。でもさ、迷子かもしんねえぞ。うわっ、なんだ。いた。おお、トランクスじゃねえか。え、トランクス。父さんに、悟空さん。ん、ドキドキ。無事だったのね、よかった。なんだこの鳥、トランクスんか。こいつはこの世界のトランクスじゃない。え、前に別の次元の俺たちと会っただろう。そうなんか。俺たちもタイムパトロールなんです。この鳥はトキトキっていう全次元にとってとても大切な存在なのよ。ビロシ様、破壊神。いたぞ、あの鳥では。破壊。トキュー！うわ！破壊を封じた？こんなことありえねえ。ビル様、なんだよいきなり。僕の予言魚によれば、第七宇宙に現れる奇妙な鳥が全宇宙を滅ぼすほどの災いを呼び込むというんだ。うわ、ドキドキ。そんなはずはありません。ドキドキは全次元を救ってきた聖なる存在なんです。面倒だ、地球ごとぶっ壊そうぜ。おいおい、待ってくれよ。トランクス、ドキドキは任せて。どこへ消えようと無駄だ。破壊神なめんな。ん、おい、あの鳥木を探れねえぞ。こうなりゃ破壊神に逆らった罪だ、地球人。待て、第七宇宙がやったことだ。僕がけじめをつける。いいだろう、ビルス。ビルス様、やるってんか。ふん。俺も戦います。
ックス。ヴィルス様と戦うのか。地球の危機です。やるしかありません。初めて会った時ぶりだな、ヴィルス様。修行異芸で戦うのが。新しい実験の始まりにふさわしい幕開けだね。あの鳥は君を探しに来たんだね。ドギドギ。打ちできる相手じゃない。トランクス、やっぱ強え。すいません、悟空さん。あ、はおめえは誰だ。父さん。え、悟空とベジータ。父さん、うん、みんなこんなことしている場合じゃねえぞ。あれを見ろ。やべえぜ、自分の宇宙を探れ。大丈夫ですか、クリーンさん。時の海王神から事情は聞いた。厄介なことになったな。
別の次元のベジータと悟空か。いやー、みんなどうも。ユー、またあいつか。その鳥はかわいいだろう。こいつはドギドギ。災いの鳥はそいつか。ピンポン。宇宙の種を覚えているかい。僕の元で神聖な宇宙樹に成長しているよ。あのハーツも貴様の計画の一部だったということか。何者なのか知らんが、宇宙樹とはな、宇宙を養分として成長する伝説の巨大樹。そんなもので何をするつもりだ。新しい宇宙を作るのさ。全宇宙のエネルギーを吸い尽くして、この僕が宇宙を生み出す。最高だろ。あの野郎。クリリン。変なんだ、急に息が。ピッコロさん、はピッコロさん、西の都が。ありがとうございます、ビルス様。たく、なんでこの僕がこんなことを。お前たち、あの目が吸い取る養分とは宇宙に生きる命のことだ。今は僕の力だけを吸わせているが、長くは続かんぞ。あれは僕にも簡単には壊せん。お前たちは奴を追って宇宙樹を何とかしろ。わかった、サンキュービルス様。俺たちは独自に調べてみる。ベジータ。ああ、悟空さん、俺も行きます。うん。俺は足手まといになりそうだな。僕たちも何かできることを探します。資金にしろ。よし、じゃあ行ってみっか。